99年組、対談実現しました。いや、僕が広報という立場からですね、見て、本当に仲いい4人なんですけど、こう入る前に何か名刺とかあったんですか？どうですか、高橋選手。僕は滝くんと。ちょ、いきなり緊張するのやめてください。いきなり緊張しだすじゃん。さっきと全然違う。全然テンション。なんなのそれ。いや、ちょっとカメラが多い。ダメだ。なんなのいきなり。知ってました。知ってました。はい。うん。滝選手は。俺も全員知ってました。おお。じゃあ山原選手も。僕らも大学で対戦してますし、大五選手権の時に肩歩いて。肩で歩いてたんですよ。どんな感じで開会式の会場で肩で歩いてたんですよ。鹿児島の島っ子がで、まあ滝は、まあもちろん知ってました。今有名でした。有名だった。まあそう、代表とかも。ああ、代表とかに入ってた。ああ、山原選手も入ってみてどうでした？印象変わりました？ゴリは、あれですよ、大学の時からちょっと喋ったんですけど、もうこのままです。あ、もうこのままもう、何もこう隠すことがないよみたいな。え、滝は中高で静岡で、一緒にやってるんで、もうこのままです。このまま。じゃあ、鹿児島の中学生は第一印象マジ怖かったです。おっと。え、なんでマジで怖かったんですよ。え、なんでどう怖かったの？最初多分クラブハウスあった時に、高橋です。うわぁ。もう最初の挨拶あった。かましてきたのね。多分まだ面識なかったから、多分お互いその、お久しぶりみたいな感じじゃなかったんで、ちょっとジャブ入れたんですよ。ちょっとかましとこうかって言ったんですね。はい、でも今だったら今もう中心、なんかみんなでいる時って中心誰なんですか？レオン。山原。もう違う。山原世代。なるほど、99年山原世代。3人でいても別に特に喋ることないですから、ね。レオンがいると、レオンがいると盛り上がる。わっしょいわっしょい。回し出すんですか？はい。あら、はい。一番回しは彼ですか？彼なんか普段ちょっと今違いますもんね。なんかね、感じが。気づかなかったですか？僕はあんま喋ってないから、その優し、僕喋れっていうこの優しさがもう、好き。あ、好き。かっこいい。あ、かっこいい。あ、かっこいいですね。はい。じゃあもう山原選手を中心に皆さんがこう集まってる感じですね。はい、そうですね。本当か？はい。パーマ当ててます。パーマ当ててますね。絶対違う。パーマ当ててますしね。絶対違うです。じゃあプライベートはどうやってみんな過ごしてるんですか？結構仲いいんで一緒にいたりするんですか？結構。俺だって大悟のチームも行くし、滝のチームも行くし。あれ？一人暮らししてるのは大悟、滝くん。あ、二人寮。ああ、じゃあ寮に行ったりもするんですか？はい。この前滝来てくれましたね。はい、俺ね。え、じゃあ何して遊ぶんですか？最近の流行りは。最近の流行り、俺はもう金魚育てるので今必死なんだ。そうだろ。本当です。この図体で金魚。この前お祭りで滝と大悟が金魚取ってくれたんですよ。で、もらったんですけど、なんかさすがに誰かにあげるのかなと思って、滝と一緒に水槽買いに行って今俺部屋で飼ってる。おう、ちゃんと金魚鉢みたいな。はい、だからもう早く帰ってもう今餌あげないと。もうそわそわしてんだ。そうなんですよね。じゃあ山原選手は最近のブームといいますか。っていうか、よく僕らゲームやります。じゃあ誰がうまいですか？おお、自信あるね。すぐ手挙げる。なんかうまそうだもんね、高橋選手。これエースです。あ、エースそういうの得意そうね。大悟の次ぐらいだから。じゃあもう家にいた時は大悟選手はもうゲームやったりとか。まあ、そうですね、僕が呼びかけて。ああ、レオン世代って言ってたの。全然僕中心みたいなこと言ってる。高橋世代ですよ。全然違うじゃないですか。あ、買った間違えました。レオンが呼んでくれて、部屋に集まって、はい、それでみんながやり始める。はい、まあ、あくまで中心は山原世代。山原世代なんで、こうなる。だ、同じチームになってもやっぱレオンの指示で俺らは動くんで。あ、そうそう、うん、右から来ると左から来ると。そう、あ、指示が来るんだ。はい、レオンから全部指示が出て、あ、手足のように動くと。そうです。3人が、まあ、1人動けてない人いますけど、ね、言うこと聞かないでしょ。絶対無視されてます、僕は。じゃあなんか今ゲームの話になったんですけど、びっくりする特技とか持ってる人とかいるんですか？レオンのモデル歩きとかも。あ、特技特技。レオンないよね。七尾ポーズ得意じゃない。七尾ポーズ七
七尾ポーズはねちょっと見たいですね。大丈夫見たいですね、七尾ポーズ。そう、足長いんですよ。あ、なるほどなるほど。やっぱこうそこの今のこの身長を生かして七尾ポーズ、はい、じゃあ行きましょうか。この前の試合とか左サイドバックに七尾いるかと思いますゴールパフォーマンスだよ。ゴールパフォーマンス、まず決めるとこから欲しいです。右足ね、ミドル中に入って切り込んで、はい、でミドル決まった。決めたー。だからなんなの。なんか。素晴らしい。素晴らしい。一番短いですよ、俺が足。これもね、皆さん楽しみにしてほしいですね。これアイスタで見れるのが楽しみですね。できればみんなにやってほしいですけどね。スタンドでみんな立って。いや無理だろ。それ無理だろ。まあ長い人だから。足短いの。やっぱ特徴生かしてね。そうですね。いいですね。いいポーズできましたね、うん、やばい。山田選手に聞きたいんですけど、はい、ここ直してほしいっていうこの3人に対してありますか。こういう無茶ぶりですですね、こういう無茶ぶりです、うん、結構無茶ぶりしてくるのは誰なんですか一番。高橋ですか。あー、やっぱり。まあまあまあ、なんかこうもう悪ガキというかね、いたずら大好きっていうねイメージがあるんですけど、これ誰に対してもやるんですか、チームの。誰に対してもやるんです上の人も。とりあえずなんか振って振って、でまあ結局自分が一番美味しいと思ってバーって言って帰るみたいな。多分七尾ポーズできますか。七尾、おっと、いやもういい。多分ね、七尾ポーズできるのか。そうなんですよ、本当に。あ、ちょっとすみません、出ちゃいましたどうしたらいいの。一番できる。大悟来た。カットインから、カットインから、カットインから来て、逆に。こっち側の得意だからそっちもいけた。やりたかったでしょ。やりたかったな、お前。ちょっと準備はしましたおっと、いやもうタキくんはもうそういうキャラ、タキキュンってもう皆さんからもうタキキュンって愛されてる。タキは守らなきゃいけないんでタキくんはどうなんですか。どういう特技とかあったりするか。特技は愛想笑い。てかみんなの中でどういうキャラなんですか。愛想笑い。なんか今の感じ見るともういじっていじられてそれかぶせてみたいな立ち位置が感じられるんですけど、常にそれを横でニヤニヤ笑って優しく見守ってる。たまにちゃちゃ入れるあ、そういう立ち位置なんで、はい、うん、多分カメラ後でずっと見たら分かると思うんですけど、ずっと笑ってる。優しくね。滝カメラ作ってほしい。ここにね、はい、ここにそうですね。じゃあまあちょっと真面目な話に移りますけど、まあ尊敬するところとかあるんですか、この3人の中で。いやもう挙手制で言ってみて。はい、はいはい、ゴリ選手。まあ、やっぱこのチームを引っ張る山原選手。はい、もういじってるやん。さっきと同じでしょ、こんな。真面目な話って、うん、ガチです。ああ、ガチですか。はい。はい、高橋選手。レオンがすごく真面目なところ。はい。何に対しても真面目な。でもそれはね、見てても分かる。もう真面目。はい。本当に取り組む姿のアニメ。本当に真面目っす。うん。じゃあもう一人行きましょうか。はい、どうぞ、高橋選手。どうぞ。はい。やっぱレオンさんが。この世代引っ張ってくれてるんで、助かってます、うん、確かに絶対違うんですけどねはい、あ、まだあるの一人一個だと思ったけど、あ、まだあるんだ、どうぞ、はい、レオンが謙虚なところ。ああ、謙虚、真面目で謙虚、はい、なるほど、はい、レオンパーマかけてる、パーマかけてる、はい、足長いところ、足長いところ、はい、これこういうやつですかいじめられるかですか仕組んでんだよこの鹿児島の中学生が横のマッチョが横のマッチョがね仕組んでんのよ。良くないわ。もうね、もうそういう目で見られてるもん、レオンが。山田選手、逆にどうですか、あの尊敬するところ。尊敬するところですかはい、出ました。まあ俺は高橋選手です。お750得点を決めたホームゲームね、記念すべきゴール決めましたね。でも J 通算何しますカメラ向けられるとね、こういうキャラだよ普段全然こういうキャラじゃない。カメラが向くとね、本当にもうド緊張しちゃうタイプだね。この2人は僕より先に
プロ5年目そうか、そうか、大学経由だから先にプロサッカー選手として、うん、もう経験積んで2人はこれ尊敬です。やっぱそれって違うの、俺もあのその子供がプロになったんであれだけど、大学経由してる選手とそのユースからとか高校からそのプロ行ったってやっぱこう考え方ちょっと違ったりするんですか。なるほど。大学経験してるお二人からしたらちょっとやっぱ見え方が違ったりするんですか、はい、勉強たくさんするんだってまずもう僕違ったそういうことじゃないちょっと黙ってた、ね、いやもうすごい存在ですよ。だって僕が大学行くときにもう先に高校卒業の段階でプロ行けるっていう時点で、うん、もうすごいっていう目になりますから、そういう目で見ます。あでもお二人ってあれですか、ちょっとツッコの話になるけど高校卒業するときにはそういう話なかったんですか。ないです。あそうなんですか、はい、僕もないですね。それで大学に行ってプロの話が来たと。じゃあお二人はまあ滝君はそのままユースからトップに上がりましたけど、高橋選手とかは高校生のどれぐらいからそのプロに上がるっていう話が来たんですか。春ぐらい。春、はい、季節で言うの何月とかではなくて。あ4月ぐらい。あ4月ぐらい結構早いじゃん。春、いや春は聞いた。3年の春。早いですね。2年春。2年でしょ。春、夏と春の間ぐらい。日本語知らないの6月じゃん。そんぐらい。梅雨だ。梅雨ぐらい。えでも大体さ、だから滝くんとかも上がるって言ったらどれぐらいに決まったんですか。は夏、夏って言っちゃう。9月。9月頃です。あ大体そんなもんですよね、はい、9月とか10月とか。でも4月にもう決まってた。あ決まってないです。さっきの話が違います。はい7月ぐらい合わせたな、帳尻合わせてきたな7月ぐらいにもう話が来てエスパルスに入団することは決まってたってことですか。あエスパルスからですか何の話かな。あ他からもあったってことですか。何個か、はい。おお、はい。あでもそういったやっぱ高校生の時に話があって、はい、エスパルスに決まってたのが大体春次ぐらい。エスパは春じゃないですね。なぜエスパルスを選んだんですか。なぜですかね。これ皆さんにお聞きしたいですね。まあ太君はねちょっとあのユースっていう立場があれですけど、なぜエスパルス。僕は初めてこう呼んでくれたのがエスパルスさんだったエスパルスだったので、うんまあ、それも決め手の一つかな。何個かありますけど、うんまあ、一番大きな理由としては一番最初声をかけてくれたから。いや違うんかい。そうですね、それもあります。じゃあ山原選手はなぜエスパルスを。僕もでもそうなんですよね。大学で一番最初に練習を呼んでくださったのがエスパルスで、うんまあ、オファーをくださったのもエスパルスで、うんうん、で、まあ、3年生の時に初めて練習参加行ったんですけど、うん、そこから、まあ、筑波の先輩でスカウトでもある兵頭さんが、ねうん、もう本当にこう毎週のように試合に来てくださったんですよ大学で。筑波の練習場にも来てくださって、もう熱意が、もうその熱量と、はあその初めにっていうところと、で実際に参加してってところと。なるほど。もうエスパ以外正直悩む期間はありましたけど、正直エスパのことばっか考えてました。はい、じゃあ兵頭のすごいですね、やっぱ力ですよね、うん、加藤選手は。俺ももうレオンと一緒です、うん、もう一番最初にオファーをくださったクラブに行くっていうのは決めてたんで、うん、でまあそれがエスパルスだったのと、まあ、あと本当に、まあ、僕幸太郎さんが、まあ、今強化部長になりましたけど、うん、担当してくださってたんで毎週試合にもいましたし練習にも来てもらって、うん、でまあその、まあ、熱意っていうかその熱さとかっていうので、うん、もうオファー出た次の日に返事しましたね。やっぱこの今の話聞いてるとこう一番最初に声をかけてくれたっていうのはすごくみんなにとって大きいんですか。どうですか高橋選手。大きいと思います。うん、棒読みだったけど大丈夫大丈夫、今魂全然抜けてないけど、いや大きいと思います。やっぱり、うん、はい、早くそういう経験がない時にやっぱりそういう話が来ると忘れられないっていうか、うん、ね
あ、同調不安だ、不安なんだね、はい、不安なんてね、やっぱ大きいもんですか、ね、こう一番最初に声かけてくれて気にしてるんだよって言われるとやっぱりこう意識しちゃうというか、自分とか本当にプロになれるかなれないかっていうところで大学でやってた中での一番最初言ってくださるってことは、まあそこにチャンスが生まれたっていうか、あのその不安なところを自分をそう評価してもらえたっていう、その初めての経験なんで、とにかくまず嬉しさが本当に大きかった、大きかった、それがはい。滝君とかはその滝君って言っちゃったけど、滝選手とかはそのユースからってね、上がるっていうトップチームに上がるって昇格する立場ちょっと皆さんと違うんだけども、そのお話をいただいた時ってのはどういう心境だったんですか。はやっぱ嬉しかったですね。小さい頃からこのクラブで携わってきて、いろんな方といろんな方に支えられてきたので、そういう方々に、まあ恩返ししたいっていう気持ちが芽生えてきました。なんかにやけてますけど、残りの方々にやけてますけど、そうね、今の温かい言葉ですよね。はい、温かいね。温かい。ちなみにお、まあ、お家の方々っていうのはどういう反応だったんですか。もうプロになります。僕、まあオファーありました、決めましたってなった時のお家の方々の反応ってどんな感じなんですか。高橋選手は鹿児島のね、もう喜んでくれました。よかったねって。っていうかもう悩んでる時にも自分で決めなさいって感じだったので。悩んでるって、あ、クラブを、はい、あで、まあ、よかったねっていうことは言ってくれました。うん、山原選手はどうですか。僕はそのオファーを出してもらった日の夜に両親に電話して、え、すごいやんって、おやったなって言って、おもう喜んだって感じですね。みんな。あ、その時一緒にいなかったんですね。はい、もう茨城にいて、両親は京都にいたんで、電話で。なるほど、電話越しで。はい、加藤選手は。俺もオファーもらった日の夜にお母さんに電話して、もうそのタイミングで俺エスパルスにしようと思うっていうのを伝えたんで、そしたらもうお母さんはその両方驚きがこう多分重なって。うん、なんかよくわかんない反応しましたどういう反応みたいなもらったのと、そう、もらったのと決めたっていうので急にだって電話来て進路が決まるっていうので結構なんかすごい反応しましたけど、まあでも後々はすごい喜んでもらいました。変わりました、そのプロになってからっていうか、まあ99年組っていうぐらいだからね、同級生みんな他にいるわけでしょ。その友達のこうなんだろう、そのお祝いのメッセージとかたくさんあるんじゃないですか。それはもう高校生とかすごいでしょ、高橋選手なんて。反応ありません。ちょっと思い、ね、思い返してみてます、うん、あ、振り返って、今回想の時間回想の時間で今ね、もう5年前なんで、あ、もうわーっと戻って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 戻った戻りました。どうだった、友達のたくさん連絡来ましたね。まあ、もう言ったじゃん。はい。今言ったよね。たくさん来ました。来たよね。え、何でしたっけ。だいぶね、もうあのカメラ向けられるとね、人が変わっちゃうってね、可愛い可愛い感じのね、高橋選手ですけど。まあちょっと時間も来ましたので、前半はこれぐらいでちょっと締めさせていただきたいと思いますけども、はい、後半はもっと皆さんのね、深掘っていきたいと思いますんで、ぜひお楽しみに。